はい、本日はですね、僕の事務所が完成しましたので、そちらをご紹介していきたいなと思います。以前ね、改装する前を皆さん見ていただいてたんですけど、もう無事改装が終わったんで、このオフィスを見ていただこうかなと思います。ちなみに、カメラマンはね、うちの唯一の、社員である弟くんが、やってくれております。よろしくお願いします。どうも、ブラゾーです。はい、眉毛アートメイクして、今とんでもないことになってるから映せないんですけどね。はい、一応まあね、ポストとかもこのように用意してね、下、これ自分らで作ってんな。そうですね、まあ、俺ほぼやってないけど、やっていただいて、ちゃんと釘もやってね、台風が来ても大丈夫なように。そして皆さん、これドア変わったの分かってます？ドアもね、これ変えさせていただきました。同じくね、大阪府のこの八尾ら辺のところの業者さんで依頼して、何万かかと合わせたけど40何万かな、かかってますね。でここも変わったの分かる？この柵あったの懐かしい。ここに柵あったんやけど、これね、撮るの大変やったよね。これ俺一人でしょ。俺は自分らで塗ってな。そうですね。フーちゃんも入ってね。業者さんに色は塗ってもらったんやけど、まあ全部真っ黒にしていって、どんなテーマというと寿司屋っていうのをテーマにやらてもらったんで、まあ見ていきましょう。はい。一応ね、入るとね、すぐここに弟の席があります。でまあ弟がここで仕事普段してるので、インターホンとかになったら弟が出るんですけど、でここで僕が大体商談してるみたいな感じで、まあ、商談って言っても生地屋さんとか、あとはリュック屋さんとかな、そういう自分がジャパンメディアで作らせてもらってる人とのお話はここでやらせていただいております。で弟のやつね、これ見てください。これ何ですか？武田信玄先生の、武田信玄先生だね、お言葉ですね。一生懸命だと知恵が出る、中途半端だと愚痴が出る、いい加減だと言い訳が出ると書いてますけども、これをモットーに彼は仕事しているようです、はい、僕がつけろと言ったわけじゃないけどね。で、まあ、この辺はちょっと飾るコーナーみたいな感じで飾ってます。ほんまにね、僕の応援隊長の方からこのティファニーとエアフォースのコラボがいただいたりとか、これ20万しますからね。でこれも、高いスニーカーね、シカゴっていうエアジョーダンのやつも隊長にいただいたりとかして応援していただいてるのでね、やってます。で、まあ、僕ら基本的にお香好きな、お気に入りのお香があるのでそれを使ってるんですけど、何やったかな、これ何て書いてるか分かんない、ドンボって書いてるの、ドンボ、これがな結構いい匂いするんだよな、毎日1回はお香炊いてるという感じですね。そしてここではパーソナル診断とかもやったりはするんで、一応パーソナル診断用のこういう白衣とかカラードレープとかはあったりするんですけど、まあ、ここがそういうスペースになってます。そしてですね、俺結構こだわって買ったの、これこだわってんの、糸のやつ、ミシンとかで縫う時の糸やねんけど、それを大きくやった雑貨やねん。これ糸でもなんでもないんやけど、それ雑貨かわいいなと思ってやったけど誰も触れてくれでイベントとかする時はここレジになってるんですけど、まあ、ここは特に何もなくて、でこの奥が副社長室なんで発送とかやらせていただいております、ペレってここに書いてますけどもね、僕のサインがあって、ちょっとお客さんの情報とかもあるから全部は見せれないんですけど、まあ、この在庫スペース、資材ですね。そうですね、段ボールとかあとプチプチとか入れやなあかんし、まあ、上とか漫画とか寝袋、もし緊急で泊まるときはね、この寝袋で泊まれっていうことで一回泊まったこと僕ありますけど、そんなんがあったりするんですけど、見てください、なんかわけわからんアイドルの写真とか、あと上振り返って、こっちにもねアイドルの写真ありますけど、これ嫁が応援しているアイドルを勝手に職場に置かれているという職権乱用されておりますけども、まあ基本的に嫁しかおらんから、まあ、僕ら見ることないんですけどもね、そんな感じになっております。そして、これ皆さんにおすすめなのがトイレの、手洗いのやつ、めっちゃいい匂いがあって、これうちは使ってるんですけど、なんか百貨店とかにもあるんやけどめっちゃいい匂いね。最初イソップ使ってたんですよね。そうですね、イソップ使ってたけどこっちの方がいい匂いやなって言って、これねパーソナル来た人もめちゃくちゃいい匂いやつって言ってて、あそうめっちゃいいやんつってて、これおすすめ。1個3800円ぐらいやけど、まあ一人暮らしとかそんな減らへんから。そうですね、言うの忘れた、床とかも全部剥がして、やり直して、あと壁も全部綺麗に貼り直します。これがね総額何倍だっけな、80万ぐらいしました、はい、でプロジェクターは弟くんつけてくれたけどね、上で。そうですね、あ大変やった、あんまりそんな大変じゃない、そんな大変じゃない、外の柵の方が大変だから上は工事とか何にもしないから、まあ、全然汚いままなんですけど、まあ、ここ上がってもらうと、まあ、これ以前も見せたままではあんまほんま変わってないのよ。そうですね、まあ、この辺りにジャパンメディア系の資材、もう100何種類も生地の種類があったりとかするし、
もちろんそうなってくると、とある有名ブランドの生地ってこの値段なんやっていうのはもちろん分かってくるし、あと柄とかもあったりするし、もういろんな生地ってありとあらゆる生地とかがこの辺にザーッとあるし、それこそそうですよね。前多分お披露目した時ってここまで生地のあの書類というかなかったけど、なかったか増えたか、うん、多分あの展示会とか行かせてもらって柄やとか、うん、はいはいはい、見て余計増えてるんちゃうかな。そっか、なんか知らん間にな、自分らは普通に毎日過ごしてるからあれやけど、うんうんうん、そんな感じですね。で、まあ、こっちに多少本があって、これ弟が毎日読んでる本なんですけど、これもう一回俺が読んだことのある本やねんけど、まあどんどん読んでいってもらえたらなと思います。はい、で今ちょうど YouTube がさっき撮影しとったよ。はいはいはい、撮影してたまま、あ、だからカメラもそのままなんや。そう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 、なるほど。で終わってそのまま行ってんけど、今はこのジルサンダーのパックティーの話してたから、うんうんうん、一応台本はあんねんけど、これだけで、これだけ見て喋ってって感じで終わって、ここから今から外注さんにデータを送って編集お願いしますって言わなあかんかなって感じですね。でこのあたりが最近買ったレンズですけどもね、弟くんがまだまだ使いこなせてないキヤノンの RP2470 というね、洋服よりも高いレンズですけど、それを、頑張って使ってますね。はい、でサングラスがその辺ザーッとちょっとだけあって、でこことかも多分洋服屋ならではないんやけど、こう生地とかも結構あるし、それ以外にやったら洗濯タグとか、こんなもん多分なかなか見ることないと思うんやけど、うん、なんかあったりジッパーとかもありますもんね。そうそう、であとジップのカラーの見本とかも、例えばピンクって言ってもピンクだけでも何十種類もあるから、業者に言うときは番号を言ってやるとかっていうのも、こんなもなかなかまあみんな見ることないと思うんやけど、よく言いますもんね、白も200何種類そう、アンミカやな。でこの辺にボディバッグがずらっと並んでる、一箇所にまとめとかな、何があるか分からへんから、うん、こんなんとかやったらマンティスとかオリオンとかね、スイープとかなんかこんなんもろもろあるけども、で上にもあるのでちょっと何がないか分からへんけど、こんな感じとか、あとカメラ類が防湿庫に入ってたりするって感じなんで、この辺はむしろ、外にはお金かかってないけど物の値段が高い、一個一個の値段が高くて、照明もなんだかんだ多分10万ぐらいしなちゃうかな。でパソコンなんかもね、まあ、君のパソコンの方が高いけど、うんうん、これでも60万か70万ぐらいしたんかな。すごいね、ここは物が高いのよ。でもまあ皆さん入らないでください。入るとね、セコムが鳴りますのであの契約してるセコムが飛び込んできますので、ね、入らないでください。そしてこの間宝の眠る部屋であのセカンドチャンネルでちょこっと出したけど、これも結構評判良くて、確かにパーソナル来た人もこんなにあるんやつ。そうそうそう、まあ普通に考えたらあんねんけどな、今まで動画でレビューしてるから、まあ、この辺はもうダウンジャケットだけなんやけど、それでもまあノース、ノース、モンクレール、バルトロ、アーク、ノース、わからん、ノース、ピレネックス、ミズサーダン、スタジオニコルソンみたいな感じでバーッとあって、まあ、下ももちろんあるしって感じなんですけど、ここも何の改装もしないけど、洋服だけで1000万円以上は全然ある。1000万では効かんと思ったけど、カラー的に言うたら、どちらかといったらパーソナルカラーやったら秋タイプが多いかなっていう感じになっててね、秋と冬も若干あるかなって、うん、最近ブルーも足してるから夏とかも増えては来たけど、一番少ないのは多分夏ちゃう。いや春とかがないんかな。春はな、でも家部屋から秋いけんのよ。あ、まあまあ確かにそうか、夏少ないから、うん、夏が一番少ない、ダクブルーが少ないのよ、うんうん、ダク色っていうのはあんねんけど、ダクブルー系はないね。それこそまあパーソナルしてる時とかに皆さんにこうやって来てもらって、その時でもね、結構ナンガとかはこう似合う人と似合わない人がはっきり分かれる色味の多いダウンジャケットなんで、うん、僕とかは濁ってる色得意やけど、濁ってるのと苦手な人はもうおじいさんみたいな、うん、なんかせっかくいいのにと思ってはった人も言ってたみたいなんですけど、まあ、そんな感じがあって、まあ、これあんま使ってるかどうかで分からんけど、食洗機って使ってる？毎日一応使ってる、うん、コップとか洗ってるの？コップ洗ってる。まあそんなことは社員にさせることじゃないので機械にさせます。で、あと、除湿機、湿度管理しないと洋服あれなるから、うん、あ、なるほど。だから業務用のやつ買ってんの。これも1日は多分水溜まってんだ結構。そうなんや、うん、今で 53% に保たれてんだけど、うん、もうこれぐらいでかいやつやん、これ40畳用かな。そんなでかいやつない。でかいやつにしてん。1万とか2万でもあんねんけど、これはもうちょっといいやつ、業務用やから、うんうんうん、7万とか8万ぐらいしたかな。でこの辺はもうまあ趣味系、サーフィンもあるし、うんうん、あとパンツもあるね。あ、そうですね。あとジャパンメディアもリュックもあるよね。あ、リュックもあるやん。
趣味もあるし他もあるっていう感じよね。この辺にパンツがずらーんと並んでるんですね。うんうんうん、そうですね。でこの辺にリュックがバーっとある。でもここだけで収まりきってないんやけど、うん、でこの辺にはシャツとか T シャツとかシュプリームの T シャツとかもあるわ。これも体調に痛いやつですけどね。でジバンシーとかもこの辺に眠ったりしてるけど、この辺りがこんな感じですね。あと白 T も入らんくなってるからもうここに入れてる。ほう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 。そしてショーツも入らなくなったからここに全部入れてる。あ、なるほど。もう入りきらんのよ。それショーツかけてたのになくなったなと思った。そこ入れとったのか。もう一個でもでっかいの買わなあかん。なるほどね。まだ引っ越してここ4ヶ月くらい4ヶ月ぐらいかな。4ヶ月ぐらいでもう結構溢れてきてる。溢れてきてるよ、うん、だからね、まあ、これから後々どうしていくんかってことなんやけど、やっぱりね、こう皆さんにね、これからも動画見てもらおうと思ったらどんどんいろんなもの買っていかなあかんから、やっぱ大きくしていかなあかんっていうのもあんのよ。はい。だから、まあ、いずれはね、ちょっとまあ自社ビルに行ければなっていう、やっぱそこがあの何にもなかったさ、ファミリーマートでおったやつが自社ビルまでこう行く流れってさ、まあ、行ければなすごいけど、まあ、行かれへんかったら全然、ね、もう一回もうここ10年ぐらい行けますかもしれないし、ちょっとちっちゃなるかもしれんけど、まあ、そういうところまで行ければ、もしかしたらこれ見てる人からも、あ、俺も頑張ろうっていう人も増えるかもしれない、うん、ここもパーソナル診断をね、勉強しに行きましたよ。まあ、まず僕が取って、余命草に取りに行けって言って取りに行かして、やっぱり基本みんな一人でお客さん一人見るっていうのが普通やから、やっぱ3人ぐらいで見たらより客観的な目線で見れるんちゃうかって言って、弟にも取らせに行って、で、まあ僕は顔タイプも取りに行ったんですけど、その辺ぐらいからかな、自分にこう似合う服が分かってきたっていう。うん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 。やっぱ来てくれた人も面白いって言ってくれてますもんね。まあ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 、うん、パーソナルかな、まあ、遊び程度でできたらいいかなと思うんだけど、うんうんうん、まあ、そんな感じになってます。でこのインターホンは、裏にいきなり人来られたりしたら嫁蔵がうわーってびっくりするから、インターホン用意してこれ鳴らしてもらって、裏は裏用、表は表用であるんで、これ佐川さんに伝えます。必ずこれインターホン鳴らして来ていただけるように、いきなりガチャンって来たら嫁蔵がうわーってびっくりしますので、よろしくお願いしますという感じで、今これ2023年、まあ、僕今34歳なんですけど、まあ、40歳までにはね、まあ自社ビルの方に移れたらいいなと思うし、まあ、ほんまはねもっと短いスパンで考えてるけど、まあ、うまいこといけばいいから、まあ、うまいこといかんくてもね、40ぐらいまでそうやって走っていければいいなっていうことで、最初はファミリーマート、その次は3万6千円のワンルーム、ボロボロワンルーム、お化けが出るって言ってた嫁蔵がね、うんうんうん、でその後前もチラッと来てたけど、そうですね、弟が来るってなってから移転してこっちになったけど、うん、前までは一軒家みたいなおったけど、まあ、狭かったもんな、住宅街やと思うね。そうそうそう、もうじいさんとばあさんしかおらん住宅街だけど、またね、ここでもダウンの試着会とかも予約制でやろうかなと思ってね、うん、もうお店は開かれへん、ちょっともう物が多すぎて、うん、だからダウンは予約会にしようかなと思っていて、スケジュール順でやりたいなと思ってますので、まあ、そんなことでいろいろ頑張ってると、これからもね見ていただいてね、応援していただければ嬉しいかなと思いますし、もし応援されなかったらね、応援されるぐらいまでね頑張ったろうと思ってやっていきたいなと思いますので、嫁もそうやし僕もそうやし、応援コメントいただいて、弟にはアンチコメントよろしくお願いいたしますということでね、本日は改装した中身を見せてみたというところになります。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。